っと新しくなってきたシンビジウムの今のね育て方、気候なんかも以前と変わってますので、今のシンビジウムの育て方っていうのを中心にお話ししていただこうと思っておりますので、よろしければ午後の方もよろしくお願いいたします。じゃあ石田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。高知県石田蘭園の石田貴寛と申します。最近 SNS とかではね、シンビストっていう名乗って、まあ、シンビジウムいっぱい大好きで研究してるので、まあ、そういうシンビジウム大好き人間ですということで話していただいてます。よろしくお願いします。今日は、その植え替えとか株分けの実演、まあ、せっかく来たので、まあ、そういったことをお伝えしようかなと思いますけど、まあ、実際今植え替え株分けするタイミングではあまりありません。実際はやっぱ3月とかね、そういったタイミングでするので、まあ、それをこう前提に聞いていただければいいかなと思います。で、植え替えなんですけど、まあ、そもそも植え替えって、なんでしなければいけないかっていうと、シンビジウムって、まあ、お店で売られてるものなんかもこう、まあ、大きさはいろいろね、こう6寸ぐらいの大きさだとかいろいろありますけど、結局はこの根っこが鉢の中にぐるっとこう巻いて出来上がって、それで花が咲いてる状態になってると思います。結構このぐる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 根っこが巻いてこう足場を固めてるというかね、そうしっかりした状態になって、こういう風にこれ花芽ね、これ花芽、これ花芽出てるからなんですけど、まあ、このぐらいこう見てもカチカチしてそうでしょ。このぐらい根っこができると、まあ花が来やすいっていう感じになります。 でもこれで咲くと、まあすごい力を使うわけですよ。特にやっぱお店で立派に花咲いて売られてるっていう株は、もう咲いて咲き終わった段階で、まあ、結構疲れてます。もうクタクタの状態になってるので、でまずうまくシンビジウムを栽培していくっていう、多分ね一番最初のいいポイントって、まあ買われたりいただいたりした、その、まあ、冬から春よね、そこで、いただいた株、買った株を次の春に一回りだけ大きい鉢で鉢増しをしてあげる。これをねやってあげるだけで全然育てるっていう難易度というか難しさが下がります。なので最初は、まあ、ちょっと植え替えって考えますよね。鉢をどうしたらいいのとか、土をね、まあ、今の話みたいに土をどうしたらいいのありますけど、でもそんなに難しく考えずにこうやっていただけたらと思います。で、鉢はね、本当はね、それほどこだわった考え方をしなくていいと思います。今ここスリット、まあ、サンプルで構えましたけど、別にスリットとか、でも構いませんし、向こうのバラ用のやつとか、まあ、基本的にただシンビジウム根っこがぐるーって伸びるので、ちょっとこう長めの鉢、浅鉢じゃなくて長めの鉢は選んでいただいたらいいかなと思います。で、プラスチック製の鉢なんかが、まあ保湿もするし管理はしやすいのでおすすめになります。素焼きの鉢はね、相当乾くので、もしも素焼きでされたいっていう方は、まあ、お水やりをこう頻繁に、してあげるっていう条件になります。だから、素焼きで水苔でシンビジウムを育てるのは結構難しいと思います。なので、まあ、シンビジウム基本的にはプラスチック製の鉢に対して、まあ、こういうバークとかね、軽石みたいなものをこう使っていくみたいな感じがいいんじゃないかなと思います。で、これを鉢を考えるときに、今ちょっとこのちっちゃいやつで考えてるんですけど、植え替えするときは一回りだけ、まず最初の鉢増しね、買われたもの6寸であっても同じです。一回りだけ大きいぐらい、この指が手がこうやって一回り回るぐらいの、そのぐらいのサイズにちょっと鉢増しをしてあげるってだけですごい気持ちよくなります、植物は。ただこのちょっとだけが理想なんですけど、これをした時は、ただこの場合1年で根っこはすぐに追いついてくるので、まあその場合すぐにまた1年後植え替えをするっていう状況になりますので、まあそれを前提に一回りぐらいだったらこのぐらいでいいでしょう。ただまあ1回植え替えして1年後はしんどいなっていう方は、もうちょっとサボりたいっていう方は、まあその分もう一回りぐらい大きいぐらいの鉢にすれば容量が大きくなるので、このぐらいの鉢でやりましょうっていう感じですね。
で、まあ、一気にこのぐらいの大きさまで、ね、広がっていっちゃうと、そうするとちょっとこう根っこがこの中にこう回り直すのって時間かかりそうでしょ。なのであまりこう極端に大きすぎる鉢には植え替えはあまりおすすめはしません。ただ別に大きすぎる鉢に植えたからって、枯れちゃうっていうことではないです。あのちょっとこう根っこが回って次の花咲くまでの時間がかかるっていう感じかな。なのですぐにこう花を見たいとか、楽しみたいっていう方はちっちゃめな感じでいけばいいかなと思います。あの全然腰もかけていただいて聞いてください。あの見たい方はこう近くで見ていただいてもいいと思います。でこれをですね、こんな感じ、まあ、さっきのお話で言ったら、まあ、一番こうちょっとこう容量も出るかな、ちょっとこう容量もあるし、まあ、ちょっとねバランス良さそうな真ん中ぐらいの鉢に植えようかなと思って今日はしてみますね。あのちなみに、まあ、鉢は何でもいいって言いながら、スリットは結構スリット鉢とシンビジウムの相性はかなりいいです。どうしてもこう、はい、結構水も欲しがりますけど、こう水が抜けて空気がね、土の中に空気が入ってくれることもすごい喜ぶ植物なので、スリットとの相性っていうのはとってもいいです。まあ、スリットじゃなくてもこの鉢底の穴がこうよく開いてる、水抜けが良さそうな鉢なんかが特におすすめです。でこれなんかねすごい分かりやすいんだけど、今これって、まあ、こっちの大きい方がありますけど、新しい芽ってこっちなんですよ。若い芽、これはまあ、1年前のバルブって言いますね。この玉の部分バルブっていう、これね茎なんです。茎、ここは茎が変形して、でこの中に養分とか水分を蓄えれるように、変形したものなんです。でここ今線が見えるでしょ。ここ綺麗にこう薄い色と緑色のこの境目の線があるんですけど、これがだからこの線より下の薄い部分が茎で、この線より上の緑色の部分が葉っぱなんです。だからだんだんこう長年こうやって立ってくると、これはもう20年以上の大株ですけど、違う品種のこんな感じで長年立ってくると、この境目の線のところで勝手にちぎれます。これがこの境目の部分なんです。なのでわざわざ葉っぱも邪魔で切ったりとかの話も出るんですけど、あの時間が経ってきたらここでちぎれるので、あのどうせだったら手間だし、このぐらいちぎれるまで、待ってあげるのがいいかなと思います。まあ、そんな感じでこの株の作りをしてるんですけど、でこれが前の年で、これが新しい今年でしょ。でそうすると今度こっからだんだん新しい芽が、まあ、これは花芽ですよ。でこっから新しい芽が出ていって、育っていくので、言ったら今この新しい芽の方があの育っていきたいわけですよ。そうすると例えば、ね、植え替える位置のお話を考えた時も、そうこうやって植えちゃうと、もう育てたい方がすぐに詰まっちゃうわけですよね。これだと場所がない状態になるので、そうじゃなくて反対、この育てたい方がいっぱいスペースがあるように置いてあげると、こんな感じで置いてあげると、そうするともう次の年もこの下にこの新しい根っこが出て広がっていくわけじゃないですか。そのスペースをしっかり確保してあげると、あのより育てやすいし、また次の、ね、植え替えまで の時間も短くて、ここで植え替えしちゃうと、もうすぐにこの新しい次の年の芽が詰まっちゃうから、そしたら、ね、せっかく植え替えたのにすぐに詰まってまた植え替えしなきゃいけないという感じになるから、結構この最初のポジショニングというか、この位置をね決めちゃうことも大事なポイントになります。まあ、これでこう鉢の鉢選びと、まあ植え替えのね、このどう植えようかなみたいな、たまにありますよね、こう株が偏ってる株とかね、そういうのがあると思うので、まあその辺の意識をちょっと言ってみました。で、かなり皆さんが気にする土、正直に言うと土は何でもいいと思っています。私は問題は土と
お水のあげ方と、まあ、肥料の管理とそういうののバランスで設計していくので、あの基本的にこうその環境とか皆さんのお世話の仕方に合った土を考えていくっていう感じになります。今日はまあお店にあったこのこちらの花心さんの洋蘭の培養土って、これはまあかなり軽石が混ざってね、こう乾きやすい、水の排水がとてもいい感じ。だこういうタイプは養分は少ないですけど、まあ、根腐れは非常に しにくいっていうタイプの土になります。でこっちは、ネオソフロ、ちょっと、まあ、わざと M の大きさぐらいにしましたけど、まあ、こっちだったら、まあ、しっかり保水性も高いし、まあ、養分も、入っているっていう感じになりますので、まあ、こういうのがどっちを選ぶかっていう話があるんですけど、まあ、私はあの私がこっちがいいっていう言い方も変なんですけど、最近はなんだろうな、夏暑いでしょ、あすごい暑くて、であのシンビジウムって寒さに強いんですよ。すごい寒さに強いんだけど、逆に言うと最近のその極端な夏の暑さ、過酷すぎる状況があって、こう夏にやっぱり具合が悪くなっちゃう。なんか春まで機嫌良かったのに夏になってバタッと夏バテしちゃうっていうケースが、いや私たちの農場とかでも出るんですよ。結構あの苦戦してる品種もあって、でそういうことを考えた時には、割にその夏根腐れとか、まあ、特に夏の排水性とかいったらこういう感じのよく水が通るようなタイプを、考えていく方がいいかなと今は、思ってる感じです。でもあの養分はない、まあ、ある意味カスカスな感じの土なので、まあ、そこで養分とかのバランスを考えるんだったら、これを混ぜるっていうことも全然考えていただいてあのいいと思います。だから今回はこれを半々で混ぜてみようかなと思いますけど、まあ、そういうのをこうちょっとこう意識されながら、まあ、あのお世話いっぱいしたいなっていう方はこの辺の排水性がいいのを選べばいいし、まあ、ちょっとサボりたいなっていう方はこういう保水性が高いようなものを使っていったらいいと思います。で、まあ、こっちを使っていく場合は肥料分があんまりないから、そうすると別の形で肥料置き肥とかね、まあ、そういうものを考えていただければいいですね。でこれをまあ半々ぐらいで混ぜてあげて、そうするとまあそこそこ保水性と排水性が、ね、混ざったぐらいの土ができるかなっていう意識で、あのよくこの下になんだろうな、かけた素焼きとかあの、ね、そういう下の鉢底石をこう敷いて、やるっていう方もいらっしゃいます。別にまあやるなとは、言いませんけど、別にやらなくてもいいと思います。一面が同じ設計でも十分シンビジウムの場合はあの勢いがありますので、そのままの設計で行かれて大丈夫だと思います。でね、意外と私が思う植え替えの一番ネックは、鉢から抜くこと。鉢抜きがすごい大変なんですよね、まあまあ、この小ささでも割と大変と思いますけど、ロックスンとかほら大きいのだったらあれを抜くのって結構大変だったりするじゃないですか。で植え替えの時、ちょっとでも楽に鉢を抜きたければ、その鉢抜く前に何日か水を、乾かしてあげる。そうするとね、あのちょっとこう根っこがね乾いてくると 鉢の内側からね離れます。で抜けやすくなります。なので乾かすことは結構おすすめ でごめんなさい、ちょっと今日おすすめの土を持ってくるの忘れちゃってあれなんですけど、鉢抜くときはまあハンマーがおすすめですけど、この叩くところがゴムのハンマー、ゴム製の土を使っていただいた方がいいです。この鉄製のやつ、まあ、ロックスとかだったらこうあの持ち手があるのが多いと思います。ヘリがあるんですね。でそれをこれで叩いちゃうと鉄製だったら結構割れちゃうから、まあ、怖いですよ、ね、なのであまり鉄製は使わずに、まあ、あのここの叩く面積ももうちょっとあるようなゴム製のハンマーなんかがいいと思います。
で、そういうものがないっていう場合はね、こんな角材とかでもいいです。こういう面があるような角材を使われるからいいと思います。で、まあ、このちっちゃい鉢だったら、まあ、私だったら握っちゃうんですけど、まあ、女性の場合はちょっとこう上からこうやって押してあげるような感じで、こう根っこを動かすとちょっとこう離れていくので、クッククッと。でこれでこうちょっと根っこと鉢の間をこう浮かしてあげて、隙間を作ってあげる。こうするとすごく抜きやすくなります。でさっきの、まあ、別に角材とかゴムのハンマーとかその辺使っていただいて、葉っぱもね、葉っぱってシンビジウムってこうやって持つと折れるので、だからこう紙を託し上げるみたいにこう下から持ってあげるとそのまま折れずに持てます。まあ、1枚だけとかだったら引っこ抜けちゃったりするので、何枚かぐらい持ってあげるようにしてあげて、でここの、まあ、ある程度離れたなって思ったらこれで抜きやすくなっているので、あとはヘリをコン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 と何箇所かこう叩いてあげると、まあ、もう抜けてるので、こうやってでぐるぐるとこう根っこが巻いてますよね。でこれ植え替えの時ってこれを、ね、全部ほぐしてで今ある土をどけちゃって、で新しい鉢に植え替えるっていう、まあ、昔ねよくテキストではこう全部根っこをほぐすっていうのが勧められてたんですけど、これシンビジウムの根っこってね、今このに見えてるものって本当の根っこの形じゃないんですよ。実はこれ根っこの中に、根っこって本当は細いんです、シンビジウムの根っこ。その周りにこう水をね蓄えるカバーがついてる状態なんです。これって包んでるんです、そのか細いのカバーでね。で、まあ、実はこれを1個やろうか。細い線がありますもんね。そう、1個せっかくだからお見せします。このこういう風に、この中に糸みたいなのがあるんですよ、根っこがこの中に。でこれ、はい。見えないやろ。見えない。あるね、中に線が。入ってるって。だって出してこれ。こうやってこれが根っこなの。本当の。でこの周りに保水する層があるんですよ。ちゃんとこうやってこう、要するに。シンビジウムがこう水が足りなくなった時の水分がここにも蓄えられてるように進化してるんですね、これね。で一番大事なとこってここなんですよ。ここがもう根っこが育つ。この先端ちょっと薄くなるでしょ。薄くなって、でその先にこう濃くなって点があるんですけど、ここがもう成長一番活発なところ、成長するポイントなんです。でこれを全部の根っこをこうほぐしてやってると、まあ、丁寧な人ほど、まあ、綺麗にここを一個一個潰していくわけです。一番逆ここを潰しちゃうと、まあ、根っこが死ぬわけじゃないです。ここ潰しちゃうと一番先の成長するポイントが潰れて、そうするとどうなるかっていうと、またね枝打つんです。枝を打って別の成長するところを作っていくんです。なんだけど一回潰しちゃうから、まず勢いは完全に止まっちゃう状態になるから、ここをね止めたくない。だからできれば植え替えの時、特にこんな元気な根っこがぐるぐる回ってる時なんかは、これはもう触らない、そのまま、植え替えしてあげる。で例えばこれが鉢から抜いてみて、もっと根っこが黒かったりとか、ちょっとこうグレーがかった感じの、元気がないような感じの色になって、傷んでるような、もうなんだろう、鉢からボソって取れちゃって、でもう土なんかも一緒にこう根っこがほどけてドーって落ちちゃうような具合が悪いような株だったら、それはまあ一回落としちゃって、でダメなやつはまあハサミもね、そういう時はちょっと消毒とか意識してしながら根っこを切ってあげるようにしてあげてください。これはもう全然触らない。根っこはこれね、ここね、でここを潰さないことを意識して、でさっき言ったようにこれを植え替えするときはこのぐらいのちょっと容量が
あるようなタイプで、この育てたいところの根っこがいっぱい広がれるところっていうのに設計してあげます。で、まあ最初にちょっと敷いて、鉢底にね敷いてあげて、ちょっと でこんな感じで広く広くしてあげる。こうしない。こっちにしてあげて。こうするともう育てたいところが広い状態。もう根っこがそのまま元気にその広いスペースにね広がっていけるので、そういう意識で植えてあげてください。もちろんあの何つつつき棒とかでグッと入れてあげてもいいし、私は割とですねあまりあの細かくつつきすぎないように、ちょっと鉢の中に空気もあの隙間もあるようなぐらいで、固定してあげるぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってます。でこれを植え替えするときはこの鉢のヘリ、鉢ヘリをしっかりと意識して、っていうのは鉢ヘリの下にはここで詰めてもこの下には根っこがあんまりないから圧が根っこにかかりにくいんですよ。ここでヘリのところを締めて、ヘリから締めてあげて、でこの株元なんかは優しくあの止めてあげる、そんな感じにして、でこう持ち上げても抜けないっていうくらいの、もうこのレベルの感じで十分だと思います。でこれでもう植え替えが完了。割に簡単でしょそんな根っこはほどかなくていいだけで十分簡単だと思うので、でこうやって植え替えされたら、そしたら土ってほらどういう材質の土でもこの売ってる段階で結構クズというか表面にいろんな粉とかついてますよね。なので今これ粉まみれの状態でもあるので、一回ダーッとその土についてるゴミですよね、表面のを流してあげる感じで、こう一回ダーッと抜いてあげてください。で一回完全に抜いてあげたら、そしたらちょっと陰めの場所で2週間くらいお水をあげずに置いとく。でそうすると、この鉢が乾いてきますよね。そうすると根っこがね、動いてきます。乾かしてる間に根っこが伸びなきゃって思って動いてくる。これが植え替えしたばっかりの時に可愛がりすぎちゃって、もう毎日のように頑張れ大きくなれって水をかけちゃうと、根っこがねあの伸びる必要がないって思っちゃうから、伸びるスイッチがまるで入らなくなっちゃいます。なので、最初はまずしっかりと乾かしてあげる。2週間ぐらいで、久しぶりに水をもう1回あげて、でそこからは、まあ、影の場所から今度ちょっと日が当たるような場所に置いてあげて、そこからまあ1週間に1回とかだんだんとこう水の頻度を上げていく感じでこうやってあげるといいと思います。そうやってちょっとずつこう育てていく。でまあ、あの春その3月とかにやるのを前提にお話しすると、まあ、肥料はじゃあ植え替えした後、どういう感じで上げていくかというと、まず最初はいきなり肥料は乗っけなくていいので、で植え替えされてその2週間後ぐらいに最初のお水やりをするじゃないですか。まあ、最初のとか2回目のねお水やりをしたぐらいの段階で、まあよくある緩効性の肥料とかってこう長く効くようなああいうタイプとかだったら、そのぐらいのタイミングで上げてあげてもいいと思います。で、有機の肥料とか割とこうスッと効くようなタイプとかは植え替えしてから1月とかあのちょっと経ったぐらいの時間かけてから上げてあげた方がいいと思います。っていうのはさっき見てもらったように、ここで今根っこが伸びようとするじゃないですか。一月ぐらいしたら春だったらこうぐーっと動いてる状態になるんですけど、その動き始めた根っこにこう有機の肥料って濃いんですね、濃度がね結構濃いから、それをガツンって効いちゃうとやっぱさっきのあのこう動いてくるわけですよ。こう動いていくわけ、あ、取れちゃった。こう動いてきた時にここが結局濃い肥料でガツンって止められちゃう感じになっちゃうので、だから有機とかやる場合はちょっと期間を空けてあげるといいと思います。おすすめはね、
植え替えして、まあ、1週間とか経った時に液肥の簡単な葉面散布とかちょっとそうやって薄い肥料をこうあのちょっとずつ入れてあげてだんだんこうよく効くような肥料、まあ、体調崩した後に、まあね、優しい白湯ぐらいからスタートしてお粥になっていってでだんだん元気になってきて、まあ、栄養ある、まあ、ステーキでも食べようかなみたいな順番にしてあげる。あのもうなんだろうすごい大きい手術した後にいきなりステーキ出されても、ね、あの美味しそうだけど食べれないという状況になると思いますけど、まあ、そんな感じであのいきなり濃い肥料をあげないように気をつけてください。 あとラベルこれ重要なので育てていくときはこのラベルなんかとても大切にしてください。やっぱりお名前とかねその辺って大事なのでこれを刺してあげる。こんな感じで植え替えをしてそのままこう育てていく。なんかこう植え替えで気になることなんかあれば質問なんかありますか。肥料って言ったらもうこう丸く固まってるのってあるじゃないですか、はいはいはい、それはどれぐらいでこう置いて、何ヶ月ぐらいで、肥料の場合は、それはもう本当肥料の種類によるんですけど、でそれはもう肥料売られてる肥料の、その表示を見ないと、そうそう表示を見てもらって、あとはまあもちろんお店の人とか聞いていただいたり、まあ後で私もあのお渡しするので私に質問していただいてもいいんですけど、まあそれをこう見ていただいて、でその表示のまま考えるんじゃなくってイメージしていただきたいのはそれでもまだ重いイメージを持ってください。だから表示よりもちょっと少なめ、気持ち少なめぐらいの方がいいです。基本的に肥料はあの少なめの設計の中で考えていってあげた方があのいいと思います。まあ、あの体の中に、ね、あの養分ってしっかり入っているの で、 やっぱ肥料のあの設計ってしっかりと肥料をあげてでしっかりとお水あげて育てていくっていうのを前提での表示になってくるので、まあ、それは完璧にこう管理できたら理想的なんですけど、あまりそこまで、ね、あの欲張っても難しいと思うので、それよりはちょっとこう少なめぐらいで優しく管理していくってイメージだからいいと思います。で、あの種類によって、あ、はい、わかりました。種類によって、肥料の置き方あのいろいろあるんですけど、置くときはね、あの鉢のヘリに置いてください。これ株元に置かないように。株元に置いちゃうとその濃い肥料分が株元から溶け出しちゃうから、あの難しくなっちゃうので。その辺だけちょっとご注意をお願いします。あとちょっと株分けをお見せしたいので株分けしますね。こんな感じの例えば鉢にパンパンになっている状態、ちょっとこっちは、ね、大きすぎるんでやめときます。こっちでやると思うんですけど、これももう10年以上育ててる株なんですけど、まあ、小型の種類なので10年ぐらい育ててこのぐらいでいるんですけど、でこれを、株分けするとき、こうやってこういっぱいこう芽が吹いてるとなんかどういう風に手を入れたらいいかって割とわからないんですけど、あ、道具危ない。道具はね、私はよくこの、冷凍肉とかを切るようなステンレス製の包丁、冷凍包丁、これを普段使います。あのノコギリとかね、この刃が柔らかいようなタイプのやつはあまりおすすめしないです。あれってこう切ってる時にぐにゃんと曲がったりすると結構丈夫なので、根っこがあのぐにゃんと曲がると結構怖いので、この辺のステンレス製の硬いようなタイプ、パン切り包丁とかでも割にいいけど、でさっきねお店の方に紹介されて造園用の根切りこれいいですね。今日ちょっとこれを使ってみようと思います。すごい使えると思う。これは押す方で切れるようにできてるんですよね。あの株分けのやる時の向きとも一致するので、これ多分いいと思うので、そうこれを使ってみたいと思います。ノコギリは引く時に切れるように、これを押す時に切れるなんです。そういう風に設計されてるんだって。欲しいなこれは。今日ちょっとこれ使ってみます。これ使ってみて、で株分けするときって、まあ、これを切っていくんですけど、鉢から抜いて、でそのときってこの上からこうやって切っていくんじゃなくって、
私はできればあまりこう力のない女性でもやりやすい方法をお伝えしたいので、でその時って立ちから抜いて、でこれを反対の歯で持って、逆手で持って下から切っていく。で硬かったりするじゃないですか。そういった時はこう体重をかけながら切ると、ね、力プラス自分の体重重さでこう力が乗っかるので、より切りやすく、なると思います。なのでそんな感じでやっていただければいいかなと思います。これね、株分けする時ってこの根っこがずっとありますけど、春ぐらいがおすすめです。植え替えより数段大手術なので、だからあまりこう株の、体力をね、リカバリーしやすいタイミングでしてあげてください。でまずは植え替えと一緒、難しいのは鉢抜き。これはだいぶ大物なので大変そうな感じがしますけど、こういうのもさっきみたいにこう葉っぱをできるだけね、こうまとめて持ってあげて、これでこの鉢のヘリをこう叩いていくと、これは抜きやすい鉢だから位置が大変、でこれで叩きにくい、抜きにくい時はこの横をやると落ちやすかったりする。まあたまたま見事に取れちゃいましたこんな感じで、あ、いいですか。こんな感じ、さっきと違って結構ね大物なので、この辺はだいぶ劣化してる感じします。でもここにいい根っこあったりしますよね、はい、ちょこね、これをや、株分けしていきたいと思います。でどう切っていくか、まわけわかりませんよね、どう切っていくかって。わからないときはこうやってこう見ていって、なんとなくこう隙間があるかなっていうところを、ここがなんかほらなんとなくなんとなく見えるでしょ、隙間が向こう側見やすいようなところがあるから、じゃあここをまず切ろうと、まずはここを半分に切ってみようと。でこれを寝かして、切りたい角度で寝かして、で下側から、あ、いいですよ、近くでご覧になってくださいね。そう、ここで切りたいなって今から攻めていくので、はい、そうするとこれを下からで反対、そう反対の手こうでしょ、こうやっていくと結構一番最初に硬いとこがあるし、でこう引くじゃないですか。で引いていくと勢いで自分の方を傷つけたりするのも怖いので、で下側からで、そう手もこんな切る角度に手は添えないように横にしてあげて、でこれで切っていく。で硬かったらこう体重かければいいか、あ、いいね、この道具いいね、いいでしょ、いいな私が発見しちゃった。でこれ でここの今上まで来て、こっからバルブとかくっついてるところが来るから、ここが硬い、そこをグッグッと、俺の手切らないでね切ったらごめん、ごめんね、許してよ、でもね、こうやってやると、まあ、こうやってほらバルブがね古いの切ったりしてるじゃないですか。だからこういうところを切ったり、ここなんかはバルブの接点ですけど、もうこうやってこの下からいるわけですよね。こことかが硬いの、ここが硬いの、ここを切るときにね、こうすると綺麗に真っ二つになるから、真っ二つになりました。ちょっとこう全体をやっちゃうともう途方もない時間がかかっちゃうので、じゃあこのちっちゃい方、ほらもうこんなんだったら全然わかりやすくなるじゃないですか。これさっきみたいな大株だと、要するにもういっぱいいっぱい芽が分かれていって、なんだろう、家族がなんか何家族もいるような状態になってたわけですね。それを今度シンプルに株分けして、だんだんとこう家族構成の少ない家族に分けていくわけです。でここまでいったらもうここで切れそうじゃないですか。なので、まあ、こんなちっちゃくなってきたら、もちろん上から行っても構いませんよ。ここで
ここで行ってあげて、で上から行くときはあの最初のところで硬いね。でそこ過ぎたらもう柔らかい。もうケーキみたいに切っちゃいます。え、そう切れる。でもこれいいね。すごいね。石田君の動画見たことない。こんないい動画あるの。ありがとう。勉強になった。そんなこんな感じで、で基本の目安は、私はね3世代ぐらいは残したいなと思ってます。こんな感じ。これ今、娘さん、お母さん、おばあさんの状態で、これひいおばあさんはだいぶもう枯れてますねっていう感じ。ひいおばあさんまでいる状態かなこれ。なのでこのおばあさんまでは、残してあげる感じで、いきたいなと思います。3世代ぐらいあればね十分養分はおばあさんぐらいが、なんだろう、なんか困った時にも助けてくれるので、これは、取っちゃいます。せっかくこうやってあの大手術した時には古いところ、まあ、別にあのダメなこともないんですけど、養分の元だから取らなくてもいいです。取らなくても構わないけど、取っちゃいますっていうのは、あのできるだけそんなに大きい鉢にしたくないので、ここが残ってるとやっぱ選ぶ鉢がその分大きくなってしまうので、でここも根っこもね、これでまあダメな根っこをできるだけ取ったりはしてあげたいけど、やってるとさっきと一緒で、やってるうちにこのオペした後で貴重にちょっと残ってる子なんかが、傷んだりしちゃうこともあるので、ちょっとこう外れるものだけ外すとかしてあげて、このぐらい、あまり必要以上の範囲では、取りすぎないようにしてあげてください。本当はねこの春ね、まあ、特にねあの機嫌がもっと悪い子とかだと意識したいな。こうやって今ちぎったところでこのねちぎった断面というか、まあ、ハサミで切ったら切断面になるんだけど、こういうところから傷んだところから、まあ、雑菌が入ったりして、病気になるようなケースっていうのがあるので、まあ、あれだったら殺菌剤でね、ダコニールとかあるんですけど、まあ、その辺の殺菌剤をちょっとこうペースト状に練って、でこのここに塗ってあげる、まあ、樹木でもあるじゃないですか、切ったとこ、そうそう、そんな感じで殺菌剤のペーストをここに保護する感じでやってあげると完璧かなとは思います。まあでもそれはちょっと面倒くさいので、このままでもまあいいでしょうっていう感じです。でこれでまあ取るとこまである程度取ったら、まあ、このぐらいの根っこはある程度残してあげて、で最初はやっぱりもうオペですごい弱ってるから、できるだけちっちゃい鉢を選んであげてください。まあ1年後にすぐ植え替えになってしまったとしても、あまりもう全然根っこの勢いすぐ出てこない感じなので、できるだけちっちゃいので、でこうやって植え替えて、で1年後勢い出てきたらもう一回り大きいのに植え替えるっていうふうにするとすごいいい感じだと思います。でもうあと植える手順は一緒ね、下に敷いて、今この子を育てたいわけね、一番若々しくて薄い色をしているこの子を育てていきたいから、根っこを埋めて、そう反対側こうね、こうね、こうじゃない、こうね、ここで詰めれるだけ詰めといて、こうすると広くスペースが取れます、取れます。こんな感じで設計できたら、このここに入れて、こうやって3世代ぐらいを大体目安にやっとくといいかなと思います。もちろんね3世代ないっていう場合は2世代ぐらいでもいい。ただね1世代はね、この娘さんだけでちぎるのはなかなか難しいと思います。養分が足りなさすぎて生きていくの難しいと思う。僕結構実験していろんな種類をできればいっぱい増やしたいなと思ったことがあって、いろいろやったんですけど、やっぱね娘さんだけでは、ね、ほとんどいけない、明らかに。娘さんのイメージは幼稚園ぐらいのイメージ。あれもっとした、違う、もっとね、なんだろう、大学生ぐらいのイメージの子もやった。あ、やった、うん、やったけど、もっともっと育ってる子。でも一世代だとね、やっぱりね
難しい。やっぱお母さんいるね。お母さんいる。お母さんの助けがいる。おばあさんの助けまであったらなおいい。っていう理屈で株分けは結構やってほしいです。こんな感じでね、いけば、こうするとさっきでしょ。このぐらいの株を持って抜けなければ、それで十分。減りをして、あとは元を整えてあげるっていう感じでやったら、十分植え替えになります。こんな感じで株分けをしていくと、最初はあれだけわけわからなかったのも、こうやってね、整理していくと、ああ、このぐらいまですっきりして、ね、分かりやすく、見えやすくなって、あとはじゃあこの子を育てようかなって分かりやすくなりますよね。さっきの状態だったら、どの子を育てるのか全然分からない状態だけど、すごいここまでいったら分かりやすくなりますよね。まあそんな感じで、こっちも一緒。そう、これも娘さん、ね、お母さんがあって、で、こうおばあさんとか、ここまでを残してあげて、そうそうそう、ね、っていうのでやっていく。足りるかな、足りるかな。これ、あ、綺麗ね。だからまあこんなね、もっと大物の株だったらもうちょっとこう鉢も大きくなったりしていきますけど、でもまあできるだけあのちっちゃめの鉢がポイントです。株分けしてね、いきなり大きいのはね、まるでついていかない。根っこが大きく、あの余裕あるぐらい大きくするのは、あのそのぐらいの勢いが出てきてからでいきましょう。でここもあのこの古い子たちなんかも、あの私は今取りましたけど、あのちょっと不安だったら取らないっていうのでもいいですよ。あのしっかり養分として使っていくし、あのこれは今硬いんですね。だからこれまだ養分として使ってる状態なんです。これ使い切っちゃったらカスカスになるから、あとでこれカスカスの子もいるから触ってみてください。養分使い切ったらね、もうカスカスでボソって抜けるぐらいまでなりますから。あ、これ。でここで例えばこうやって今この中埋もれてるじゃないですか。でこういうのを触るのが怖いって時は別にまあ無理して取らなくても大丈夫。十分あの大切な養分として使っていきますから。だから今回はじゃあひいおばあさんまで残していきましょう。でちょっとこうベトついてるようなあの中のやつとか、もうボソッと取れるレベルね、こういうところだけ取ってあげて、あまりあの全てをなくさないようにしてあげればいいと思います。でこれも根っこを収めていって、この子をね、大きくしたいと。この子を大きくしたいと。この子の、ま、あの植える時に反対にこうすごく偏ったとしても、この新しい娘さんの周りが広ければ広いほど、いいかなという感じがします。そんなイメージを持っています。で、結構根っこって強いんで、こうやってプラスチックの鉢だったら結構こうやって変形しちゃってあのなる場合もありますけど、これはまあ全然構いません。差したる問題にはならないので、そのうちこれもね、根っこの勢いで整えてきますからね。まあ中には整える方向と逆に余計曲がってくる場合もありますけど、それはご愛嬌で。こんな感じでヘリを一緒ね、押していって。こうすると、はい、あれだけ分かりにくかったやつがこうやってすっきりと、なりますので、そうそう、まあこんな感じで割にこうやってみたらすごく分かりやすくなるので、まあ、ちょっと迷ってる方なんかはこういうのも春ね、あのやってみるのも一つの方法なので考えてみてください。まあ、いっぱいあのこうやってね、あの増えていくとお仲間さんとかにね、開けたりとか。
ったから。でこの時も品種の名前なんかはねできればあの貴重だから園芸のラベルで書いてあげて、そ で,、ね、でそれでこう増やしてあげると、まあ、特にこれいくつか分けておいたらね、どれか枯れてしまってもどれか1個が、ね、うん、生き残ったら、うん、あの大事な株もそうやって楽しんでいけるので、まあ、そういうつもりで株分けも考えていただければいいかなと思います。ちょっと全部やると多分時間オーバーしちゃったら、この2個が、すごいね、中しっかり詰まってる。ああそうですね、エネルギーの塊、まあ、こうやってもう養分がぎゅっと詰まってる状態なので、でこれがこれ一見こうやって埋もれててほら、あのその状態でもだからさ、これをこれだ、ね、あ、うん、じゃなくて、死んだ方、うん、死んだ方、ちぎろうかなと、ちぎれなかった。あ、そうだね、これはもうスカスカの状態。ね、でもこうやって埋もれてたやつも切るとこのぐらいあるから、そう、だからこうやってやっぱそのね、さっきひおばあさんとかひおあさんって言ってた。バルブでもこのぐらい養分があって、それってまだやっぱりあのこれを使い切るように移してるんですよ。ちゃんとこう移し切ってあの枯れていくというか風化していくというか、そうやってなっていくので、だんだんこれこの辺の根っこもそうだけど、言ったらもう養分を上げ切ったら役目が終わって、まあ土みたいに、うん、なっていくんです。だから新しい根っこはその古い根っこをなんていうのかな、食べながら伸びていくというか、あのそれを突き抜けながらあの新しく伸ばしていく感じになるので、割とこの鉢の中でその循環していくというか変わっていくんでね、だからそういう意味ではこう長年だから、こういう10年株とか10年間20年間植え替えしてない状態になるので、まあ、そういうことであの長年育てていくこともできます。まあ、これがまあ株分けって言ってもね、やってみない実演を終わりますね。また、このまま皆さんこう質問とかいただければ質疑応答の形でお受けしますので、ざっくりやりましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。一応インスタライブでもしかすると、顔が少し映り込んだりするかもしれないんですけど、すごく問題があって困るっていう人がいたら今おっしゃっていただければ、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ石田君も1時間ありがとうございます。皆さんも長いお付き合いいただいてありがとうございました。2時からもあ、ぜひありがとうございます。これあのせっかくなので長いお話聞いていただいた方にお土産に、いや嬉しい、これあの切り花です。あのもしよろしければあの1本取って持って帰ってください。いや、どれを見たら、あ、はい、もうお好きな花どうぞどうぞ。はい、アンケートの答え結果も一応、あ、そう、そうですね、今回ね、お店の方でこう、はい、どの花会いたいですかって待ってみんな選んだから、そう、バズったピンクが入ってて、ね、ちょっと待って、これね、うん、選んだものが3色、投票結果どうですか。本当だ、面白い。この後で発表でいい、やっぱり。とんでもない、とんでもない。これ、今、面白い。いや、今日そのお店で、今日まであのどの花に会いたいですかっていうアンケートを、取らせていただいてて、でそれで見てると、いや今お取りになってるのがアンケートとほとんど一致してて、緑がやっぱり結構人気で、一番人気はこの子だったんですよ。それかわいいなってさっきから言ってたの。スプリングソング、かわいいし育てやすい。これあの すごい育てやすい。あのね、育てやすいシングルジュも選ばれるポイント、はい、今言っとくと、花がねちっちゃめ、そうですね、で葉っぱが割と細い感じの感じの種類を選ぶと、あの育てていくには結構どっちでもいいの、赤でも黄色でも育てやすい、咲かせやすい種類になって、一番会いたいなっていう子が、やっぱ大輪のやつになったら結構育てる。あ、そうなの。はい、お願いします。これがアンケート1位のスプリングソング。一緒ですよね。
それね、実はね、実はそのこの子の枝代わりの子でちょっと丸くなってるんです。本当に丸い。こっち長いもんね。一級っていう子ですけど、うん、そっちはね。それはね、ピノキオっていう子になります。もっとふっくらしてる。この子が？でもやっぱグリーンとかね、あの黄色のお花って結構人気なので。スプリングソングっていうどこの子？あ、まさにスプリングソング。いい名前。ねえ。うん。こんな感じで。じゃあ、あ、それひまりです。あ、それに。うん、2番目に会いたい子。この子だ。ご質問ある方がおられましたらご質問も、はい、はい、あと、ねえ、ひまりちゃん可愛いじゃない。私ひまりちゃんし、うん、花がこう出てこないっていうのは、葉っぱもっとこっちにもあるね、うん、こんなに葉っぱもないですか。葉っぱ、逆に葉っぱがいっぱいあります。可愛いね、あれ。こんな感じ。あの、面白いねこれ。長年例えば、ね、こう大株で作ってて、これが迷っちゃう。この子がピノキオ。そういった場合って、うん、もうこの目の数。これがね、2番目に会いたい子なんだって。赤、黄色が。うん、で1番目に会いたい子が赤。このバルブってこの元に玉みたいになるとこがあるんですけど、このバルブがまあ、この品種ごとですけど、ごめんなさい、穴をつけるのにまあそれなりの。大きさっていうのがそれぞれあるんですよ。で、穴をつけるだけの養分が足りないぐらい子供がいっぱいいるような状態になって、だから毎年葉っぱはいっぱいになるんだけど花しばらく拝んでないみたいなケースは、そういった場合は結構子供を作りすぎて、ちょっとさっきやられたか見てないんですけど、ああ分球をせなく、ね、分球をするか、もしくは芽かきって言って春にその出てくる新芽を数を少なくして、お食事できるとか、もう子供の言ったら、ね、こっち子供に行けるんですか、それぞれにお小遣いが入ってないかなっていう感じですか。ありがとうございました。駅費はね、いや駅はいいんですけど、あの駅費だけで解決しないかもしれないです。駅費は決して強い肥料じゃないので、そういった場合はその子供の数を減らしてあげることと、で、あとはね、秋口、このぐらいのタイミングから肥料を効かさないようにしてあげる。ここのタイミングからね、あの特に窒素系の肥料をあの効かさないようにしてあげる。あ、葉っぱを出さない。葉っぱ、そうそう、葉っぱを出さないで、もう出てくる芽があったら窒素を効かさずに落として、窒素分落としてあげると、そうするとその動こうとしてる芽が、まあ、もしかすれば花に、花になってくれるケースが。そう、落とそういうのはなんか方法で、肥料を、窒素の肥料をあげない、もしくは窒素なしのやつを、そうそうそう、あのそうそう、リンカリとかあの辺 の、 あの窒素がないような肥料をわざと効かして、で鉢の中での窒素の、まあ、割合比率を下げてるっていうことをすると、反応する芽が、花になりやすくなります。芽かきをすることと秋口のその肥料の感じをちょっと意識して、玄関が北向きなんで、玄関の横に置いてる、はいはい、要は日陰状態、そうですね、はい、それでいいんですか。もうちょっと日を当ててあげた方が、いいかもしれません。その花が見えないっていうのは、南に持っていくとすごい枯れへんのかなって心配です。冬にシクラメンなんかでも南の持っていくと全然ダメ。そうですね、まあ、あの秋口からその本当に冬本番になる前ぐらいのところでは南に持って置いといて、冬になっての下に、そうです、玄関、そう、あの秋からこの冬の初めぐらいにかけてで、特に花芽、シンビジウムは花芽ご家庭で反応してくるタイミングになるので、そのタイミングでちょっと意識的に南側で日を当てるようにして、そうで、まあ、あのちょっと芽みたいなのが出てきたなって確認できたら北側に移す場合がいいかなとは思います。今はこれぐらいで葉っぱを例えば2分の1ぐらい落としてもいいんですか。葉っぱは、できればあんまり今触らない方が、いいと思います。ただこの芽を例えば今すごいいっぱいあの出て出過ぎちゃってる状態、いや今は触らない方がいいと思いますね。触るんだったら春触った方がいいと思うので、はい、はい、ありがとうございます。インスタライブからインスタライブから、メラメラキャメルの花穂が確認できるようになってきました。お、やったやったやりましたね。今からしっかり日を当てて咲かせるとこまでいきましょう。
こんにちは、先日は楽しかったです。私もです。楽しかったです、ありがとうございます。はい、まあと他にご質問ある方いらっしゃいますか。ありがとうございました。ありがとうございました。今年の夏二株ダメにしちゃったんですよ、はいはい、で葉先こんな風に緑の綺麗に 葉の先まで緑になってないんですね。で葉先がちょっとだけ茶色になるのは水不足だろうなと思うんですけど、今年の夏は葉が全体が一斉に黄色く茶色くなって、で株がスカスカになっちゃって、株がスカスカになっちゃって、で二株ダメにしたんですよ。やっぱり水不足ですか、ね、それは違う種類ですか。あ、別、あの一つはね、向こう山蘭さん、ラインさんのアイスダンスなんですよ。アイスダンス、はい、もう一つはゆうゆうなんですけど、ね、ゆうゆう、おお、はいはい、そうか、2つもダメにしたって、去年は全然ダメにならなかったんですよ、はいはい、水不足というか、まずきっと暑かったですよね。今年はちょっとね、あの去年よりも水をあの多めにやろうと思ってたんだけど、はいはい、こんな猛暑になるとは思ってなくて、うんうんうん、多めにしたけど足りなかったかなっていう、多めにしたけどか、あの、うん、だから間隔を短くしたっていうんですよね、はいはいはい、うん、いや、なんかそう伺ってる感じだと、その一気にこう黄色くなって一気に劣化していくっていう、こうなんかこう 熱風というか、なんか暑さに当てられて、はい、あのもう一気に枯れていったような感じの、そんな感じ、あの9月、それも8月じゃなくて9月の後半になってから急にダメになっちゃったんですよ。だから、あの他にもちょっとプルメリア の花芽があの7月についてたのが、あの 半月も経たないうちにポソッと落ちちゃって、はいはい、これも暑さかなと思って日陰に入れたりしたんですよ。それはあの暑い経験して、やっぱ9月ぐらいってもともとそこで結構葉っぱも、はい、あの落葉したりし始めたりとか、はい、そういう反応が出てくるタイミング、だから今年のすごい夏の暑さ経験して、もう体力もね、あのギリギリで生き残ったようなのが多分我慢しきれなくなってバタンといっちゃったっていう感じがします ね、まあ、そんなに過酷な、ね、夏ではあったので、今年は失敗したなっていう感じ。そうなんですよ。だから今日もちょっとお話もしてたんですけど、こう夏の暑さのやり過ごし方っていうのはこれから結構ポイントに、ね、難しいですよね、考えなきゃいけない、ね、そう、できるだけ涼しめ あの空気が動くようなところを意識して、風当たりはね、風はすごく抜けるベランダなんで、そこは大丈夫なんですけど、で直射も当たらないんですよ、天井がというか屋根がというか、はいはい、マンションなんで、うんうん、光が夏はちょっと高いじゃないですか、太陽、はいはい、だからベランダの中にあの直射日光は入ってこないんですよ、もちろん南向きなんで明るい日は明るいんですけど、うんうん、で風が抜けてるんで大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、9月の中になって2株アイスダンスその余裕がポロッといっちゃったんで、でもアイスダンスもそうですけど、アイスダンスユーユーって結構強い種類なんですよ、ですね、それがバタッといくんだから、やっぱりそれだけ過酷なところ、うん、でそういう今年みたいなケースとかだったら、そのまあ多分そのブワッと葉っぱの色が落ちていって一気に枯れていくっていう前の予兆でちょっとずつこう、はいはいはい、薄くなり始めるみたいなケースが、うん、多分それってね、あのその前に根っこはだいぶ傷ん、あ、はいはい、暑さでも傷んじゃってる状態になってくると思うんですよ。根っこが全体が傷んでしまわないと上の株がバサッといかないんですよ。生きた根っこがあればまだ力があの上がキープできるんですけど、そうなっちゃうと先に多分根っこ傷ん、8月とかで多分傷んじゃって、でそれが後でも我慢しきれなくなって上が落ちるから、9月の半ばなんて、あの活力剤メネデールとかをちょっとやったりもしたんですけど、全然効果なくても、そうなんです、あのそうやってダメにきつくなってる時って、でメネデールとかだと基本的に根っこから気化していくでしょ、うで、ね、はいはい、根っこがダメになってる、なってる時に根っこから気化すものやっても届かないんですよ。でそういう時はあの葉面散布、まあ、切り抜きますよね、そう、あれが結構あれやると新芽が動いたりとかレスキューできるケースがあるので、それはちょっと意識していただいたり、まあでも難しい話してますよ今ちょっと。シミリウムってでも髪型光合成なんですか。私ね、あの夏場は髪型、あ、じゃあやっぱないんですよ、地底があるから違うんですね。まあ、シンビジウムでも噛むの種はあるんですけど、今一般的に、流通してる品種で噛むの原種を入れてる種はほとんどないんですね。いや一応ね、夕方夏場は日が落ちる頃になったらあの
くと水ね、うん、あの肥料とか入ってない畑の水を霧吹きでザーってやっては、はい、あのシャワーとかでやってはいたんですよ。あ、それでちょっとこう温度を下げるというか落としてあげるみたいな。で多分できることは十分された上でだと思います。それぐらいちょっとショックだった ねきつい暑さだったと思うので、あ、もう一つ質問、はいはい、去年の3月4月にいわゆる一般のこういうお店で処分品というか見切り品みたいな感じで、はいはい、幸福の果実っていうのを、あ、果実、はい、やっぱ面白かったですね、はいはい、ラベルついてたから、はい、で今年咲かなかったんですよ、はいはい、順調に来た今今年もそいつはね順調に育ってるんですよ、はいはい、綺麗な葉っぱ傷むのもあんまりなくて、お、はいはい、色が知らないんですよ、だから去年は見切りだったから、オレンジ、わ、はい、かりました、ありがとうございます、まあ、いやそいつに今期待してるんですよ、あ、本当に、いや逆にゆうゆうがそう、ゆうゆうはあれで幸福の果実がよく耐えたなって今伺いながら、そうなんですか、そうなので、まあちょっと多分そのぐらいきつかったと思うんで、幸福も根っことか大丈夫かな、葉っぱの色大丈夫かなっていう目では見てあげると、今見てますけどね、はい、この夏それ2つダメにしちゃった、根っこの、ね、動きは活発な品種なんで、ちょっと根詰まりしすぎないようには意識してあげるといいかなと、わかります、去年咲きすぎちゃったとか、いや、うん、ある今年1年去年面倒見たのに幸福なので今年は全然花が咲いてないんですよ、だから、その枯れた方は、ああ、枯れた方はちゃんと今年咲きました、咲いて2月か3月だったからね、うん、だから咲いてその力使って、ええ、で残った力と、まあ、それまでの肥料で夏をこう乗り切るあれができなかったっていうケースはありますね。いっぱい咲くとか、まあ、特にそのお店で売った後の買った後の株ってもう咲いた後ってもうマラソンした後みたいな状態です、クタクタの状態なので、そこからねじっくりこう復活させていくって時間がかかるの で、ね、まあそこの辺は1年ぐらいかけてじわじわ見ていただけるといいかなと思います、はい、じゃあ、そんな感じで、はい、ありがとうございます、終わりましょうか、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、小物綺麗ですね、これ